ジョシュ・ホルト・ハミルトンは、アメリカ合衆国ノースカロライナ州、ローリー出身の元プロ野球選手。左投げ左打。高校時代の1998年、1999年と2年連続で、ノースカロライナ州の高校最優秀選手に選出され、1999年には、ベースボールアメリカ選出の高校の最優秀選手に選出された。 打撃では、アマチュア球界最高のバッターと言われ、投手としては96マイルの速球を投げるため、スカウトからは5ツールに、投手の能力を加え、8つの能力を持つ選手と言われた。1999年の MLB ドラフト1巡目で、タンパベイデビルレイズから外野手として指名され、契約金は396万ドルで入団。 高校生野手としてのドラフト全米一位指名は、アレックス・ロドリゲス以来だった。2000年には、USA トゥデーマイナーリーグ年間最優秀、選手賞を受賞。2001年のシーズン開幕前、両親と共に交通事故に遭う。大きな期待を重圧に感じた結果、怪我の治療中に、アルコールとコカインの依存症に陥る。2002年7月には、 薬物使用が発覚し、MLB コミッショナーから25日間の出場禁止処分が下され、厚生施設への入所を義務付けられた。入れ墨を26カ所に入れるなど、行動の改善が見られず、2003年のスプリングトレーニングでも度重なる遅刻などの素行不良のためルーピネラ監督から、家に帰って、親元で心を入れ替えて来いと命じられた。 しかし、効果はなく何度もドラッグ検査に引っかかり、2004年2月には2回目の出場停止処分を受けた。事実上の9回追放となった。2004年からの2年間は、野球から完全に離れ、8度にわたり、薬物構成施設への出入りを繰り返し、一時は、自殺を考えるほどだった。しかし、再起を志し2005年終わり頃には、アルコールや、 薬物の使用を断つことに成功。2006年1月からトレーニングを再開し、数ヶ月後には独立リーグから契約の打診が来るようになった。MLB 機構は保有権がデビルレーズにあると判断し、週3回以上の尿検査を条件に現役復帰を認めた。2006年6月に出場禁止処分が解け、A-9 ハドソンバレレレネゲーズで2002年以来と、 なる公式戦復帰を果たしたが、膝の故障のため、15試合の出場に終わった。11月18日に40人ロースターから外れ、トリプル a 級ダーラムブルーズへ降格した。2006年12月に行われた、ルール5ドラフトで、シカゴカブスに指名され、同日に、金銭トレードによってシ、新シナティレズに移籍した。 2007年2月22日にレッズと1年契約に合意。オープン戦で長打力を見せつけたハミルトンは開幕ベンチ入りを果たし4月2日の開幕戦で代打で出場。プロ入り8年目にしてメジャーデビューを果たした。復活をた,たえ場内の観客は20秒以上のスタンディングオベーションを行った。4月は6本塁だ 13打点を記録するなどの大活躍で、ナリーグの月間最優秀新人に選出される。怪我や胃の疾患のため90試合の出場にとどまり、打率292.19本塁打47打点の成績でシーズンを終えた。2007年12月21日に、エディンソン・ボルケス、ダニエル・ヘレーラとのトレードで、テキサス・レンジャーズへ移籍した。 2008年2月15日に、レンジャーズと1年契約に合意。開幕から好調で4月、5月と2ヶ月連続で、プレイヤーオブザマンスを受賞。オールスターのファン投票でア、アリーグ外野手部門最多の370万8709票を得て、初出場を果たした。オールスター前日に行われた、ホームランダービーの第1ラウンドで、 ボビー・アブレイユの24本の記録を破る28本を放った。決勝では3本で5本を打ったミネソタツインズのジャスティン・モルノーが優勝したが、モルノーは皆の記憶に残るのは僕が勝ったことよりジョシュ・ハミルトンのことだろうねというようにハミルトンが主役だった。8月17日のレイズ戦では9回裏にアウト満塁の場面で敬遠された。 満塁での敬遠はア、アリーグ107年ぶりの出来事だった。シーズンでは、最終的に打率、304.32本塁打130打点を記録、打点王に輝き、メジャーデビュー2年目にして、初の個人タイトルを獲得した。2009年は前年とは一転し、再び試練の年となった。オープン戦では、MLB 最多となる27打点を記録し、 引き続き素晴らしい活躍を見せるかに思われたが、脇腹や腹筋などを痛めて3度の DL 入りを経験。また、8月には女性と体に生クリームを塗った写真がネット上に流出し、謝罪会見を開く羽目になった。最終的には自己最小の89試合出場で、打率と本塁打も自己最小の数字に終わった。2010年は、 4月と5月の2ヶ月間こそ打率。281.9本塁打、27打点という数字だったが、6月に入ってエンジン全開となり、6月4日から6月30日にかけて23試合連続安打を記録。それ以外にも安打が出なかったのが6月3日だけ、3安打以上放った試合が8試合と打ちまくり、6月の月間成績は打率。 454.9本塁打、31打点と最初の2ヶ月間の数字を上回った。9月上旬から10月に入るまで故障で戦列を離れたが最終的には359という高打率を記録して自身初の首位打者のタイトルを獲得した。また故障の影響でわずかながら100に届いていなかった打点は 復帰後の10月2日のロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム戦で32号弾含む3打点を記録したことでちょうど100に到達した。ニューヨーク・ヤンキースとのアメリカンリーグチャンピオンシップシリーズでは打率350、4本塁打の活躍でレンジャーズのリーグ優勝に大きく貢献。オフの11月23日にアリーグ MVP に選出された。 2011年はシーズン開幕前には総額2400万ドルの2年契約を結ぶ。4月に上腕骨を痛めて戦列を離れるが翌月には復帰しオールスターゲームにも出場した。7月7日にレンジャーズボールパークで行われたオークランドアスレチックス戦ではハミルトンが観客席に投げ入れたボールを取ろうとした男性ファンが誤って 約6メートルの高さから転落、死亡するという悲劇が起きた。ハミルトンはこの一件で大いに心を痛め、翌日の試合の欠場も考えるほどだったが、開始2時間前に出場を決断。試合後には改めて死亡したファンの家族に哀悼の意を表した。2012年2月、断っていたはずの飲酒を行ったことが発覚し、 会見を開いて、多くの人をがっかりさせてしまったと謝罪した。この問題はメディアに大きく取り上げられ、春季キャンプ中にも再度の釈明を行った。開幕後は、校長を維持し4月のプレイヤー・オブ・ザ・アマンスを受賞。5月8日のボルチモア・オリオールズ戦では、MLB 史上16人目となる1試合4、本塁打を放ち、自己最多の1試合8打点。 アリーグ新記録となる1試合18塁打を記録した。同年のオールスターゲームではファン投票で史上最高となる1107万3744票の得票数で選出された。2012年シーズンの途中までは本塁打数で独走していたが後半戦に失速して無冠に終わった。チームもハミルトンの失速ともに終盤にアスレチックスから 猛烈な追い上げを受け、一試合を残して、ついに並ばれた。シーズン最終戦となったアスレチックスとの、直接対決は、5から5の同点で迎えた4回裏、西1類2類の場面で、アスレチックスのヨエニス・セスペデスが打ち上げた、センターフライをハミルトンが落球してしまい、逆転を許した。その後もチームは失点を重ねて5から12で敗れ。 地区優勝をアスレチックスに奪われた。レンジャーズは最大13ゲームまで開いた差を逆転されて地区3連覇を逃した。それでも43本塁打は自己最多となるリーグ2位の記録でオフの10月29日に FA となった。エンゼルスでの現役時代シアトルマリナーズ、フィラデルフィアフィリーズなども獲得に乗り出したが12月15日に5年。 総額1億2500万ドルの大型契約でエンゼルスに入団した。移籍する際にレンジャーズに対して真のベースボールタウンではないなどと発言して批判された。2013年は前年に入団していたアルバート・プホルスと共に打線の核となることを期待されていたが打率が100台後半、200台前半を推移する低迷ぶりを見せ、 オールスターゲームまでに89試合に出場し打率224.14本塁打39打点という低水準だったオールスターゲーム明けからは62試合の出場で打率287.40打点を記録し多少復調の兆しを見せたが本塁打が7本だったためシーズン151試合出場は 事故2番目に多い数字だったにもかかわらず、打率250.21本塁打79打点、オプス739はいずれも規定打席に到達したシーズンとしては最低の成績であり、大きく期待を裏切ったシーズンとなった。2014年は開幕ロースター入りしたが、4月8日のシアトルマリナーズ戦で一塁にヘッドスライディングした際に、 左手の親指を負傷し、翌9日に15日間の故障者リスト入りした。故障の影響もあって、最終的には89試合の出場に終わり、打率やオプスは前年とほぼ同等の数値だった。守備面でも左翼手及び中堅手で、警護失策、守備率、972、守備防御点から1であり、2年連続で不審に終わった。 2015年2月4日に右肩の手術を受ける。25日にはコカインの摂取を認めたことが報じられる。MLB 機構とエンゼルスは薬物依存からの構成プログラムに違反したとして処分を主張したが違反なしを主張した MLB 選手会と意見が分かれ外部最定者の判断で出場停止等の処分は課されないことが決まった。 そのまま故障者リスト入りして、開幕を迎えた。2015年4月27日にトレードで、レンジャーズへ移籍した。後日発表選手もしくは金銭とのトレードとなり、エンゼルスと結んでいる残り3年総額8300万ドルの、契約のうち6300万ドルをエンゼルスが負担し、同じく1400万ドルは、ハミルトン本人が破棄し、 レンジャーズの負担は3600万ドルとなる。復帰1シーズン目のこの年は50試合の出場に止まり、打率。253.8本塁打、25打点、オプス0.732という低調な成績に終わった。なお、この年の第8号は通算200本目のホームランであった。ディフェンス面では、左翼手を35試合と右翼手を11試合で守る。 機会があったが、無失策、DRS レート対価なくこなした。結果として、同年が、MLB の公式戦でプレーした最後のシーズンとなった。2016年は、開幕を故障者リストで迎え、5月には、左膝の手術のためシーズン絶望となることが、発表された。8月23日には、FA となったが、 この措置は翌年への再契約を前提にしていると報道された。2017年1月17日に、レンジャーズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。しかし、キャンプ中の2月27日に、左膝の再手術を受けることとなり、シーズン開幕には間に合わなくなった。 4月21日に左膝手術後のリハビリテーション中に今度は右膝を痛めてしまった。レンジャーズはハミルトンの年齢を考慮し復帰の見込みがないと判断して FA とした。ハミルトン本人は右膝を手術した上で現役続行する意向を示していた。2019年5月にレンジャーズがハミルトンを レンジャーズ野球殿堂に表彰する予定であることが発表され、ハミルトンの近況も報じられた。正式な発表は行われていないものの、すでに引退状態であった。娘たちにソフトボールを教えるなど、穏やかに生活しているとされたが、10月に、その娘たちの一人へ暴行を加え逮捕された。保釈金を払い釈放された。2020年4月に、 前述の件で起訴された。以下はいずれも2008年時点の評価であるが、最高級のゴツールプレイヤーであり、現役有数の外野手であると評されていた。また打撃練習時のハミルトンは、アダムダニー以上の飛距離、アレックス・ロドリゲス以上の打球速度と言われ、スイングが速く、パワー、スキルもハイレベルであるとも評された。守備では、肩が強く、足も速く、 中堅守としての守備は、カルロスベルトランに迫力を足したような選手とも言われた。メジャーデビューに8年を要しており、遅咲きの選手に挙げられている。弱点としては、故障が多いことと、薬物依存症の問題が挙げられる。2012年6月22日に、ケイシー・アフレックが監督、脚本で、ハミルトンの人生を題材にした映画を制作することが明らかになった。 ありがとうございます。